こんにちは。数学を担当します。高瀬です。よろしくお願いします。今回は、えー、不等式への利用。はい、えー。数2の微分のところでもありましたが、数3の微分でも不等式へ利用してみようというお話です。はい。で、不等式を証明する。これは数2の不等式の証明のところでもやったと思うんですけども、例えばですよ。こういう SX 大なり GX というものを証明してくださいと言われたときにどうするか。 はい。これは、証明した意識から式変形してしまうと、そもそも前提が成り立つかどうかわからないものだったので、こいつをずっと式変形しっぱなしで証明しようと思っても、それはダメだという話でしたよね。じゃあどうするかというと、左辺引く右辺を計算して、それがプラスになることを導くということだったよね。はい。そこでね、いつも数二の話では、 平方完成したりとかね、三次関数のグラフを書いたりして証明してたんだけども、今回お話しするとこでは、でっかいもの、くちっちゃいものを改めて関数 fx と置き、増減表やグラフを用いてもらえれば、<laughs> largefx がプラスになるということはすぐ導けますから、 増減表やグラフを用いて fx-0 を示す。そういう方針で考えていきましょう。はい。ではまず今回、えー、四角の1番ですね。A、からやっていきたいと思います。はい。1番。1-2分の x2 乗小なり c o s i x であることを示せ。という問題でした。さあ、ちょっと本当にそうなるのかななんてちょっと思ったりするんで、今高瀬気になったんで。 グラフでも書いてみようかと思う。はい。コサインのグラフって、こんな感じだったよね。で、この1-2分の x に乗っていう二次関数も、ここ。0、1はどうも通る頂点とする二次関数らしいんだよね。で、上に凸なんだけど、 ちょっとこれわかんないよね。うん。まあ、証明しろってことは、コサインのが上になってるから、まあ、二次関数とかこうやって下になるんだろうなという感は働きますけども、そうなることを証明するっていう問題なんでしょうかね。はい。では、大きい方引く小さい方を別の関数と置いて、微分を用いて証明してみることにしましょうか。では、でっかい方引く小さい方って置きます。 ちなみに今回は x0 より大きいところで示せとなってるけども、この関数自体はすべての実数 x で存在する関数です。なのでこの段階では特に定義域をつけないまま fx と置いておきます。増減表書くときにね、0より大きいところに注目するという流れにしたいと思います。よし。じゃあ微分しよう。さあ、微分するとマイナス sinx プラス x となりました。 んこれの代償関係ってどうなってるんだっけよくわかんないなーってなっちゃうよね。そうなんですよ。別の種類の関数が混じる方程式とか不等式というものは簡単には解けないんですよ。つまり現時点ではこいつの符号を調べることができないよという状況なわけ。 ああ困ったな。じゃあどうしようかって思うところなんですけども。はい。3次関数とか思い出してほしいんだけど、この3次関数がどういうグラフになるかわからないな。そう思った時にする作業が、微分だったよね。元の関数の特徴を調べるために微分すると元の関数のものが調べられるんだったじゃん。今は、 最初の fx を調べるために f'x 求めたんだけども、こいつ自身もわからない。じゃあ、今のこの話を聞けばもう分かったもう一回微分するんですよ。符号を調べられないから、もう一回微分して、簡単な形に変えてみる。ね。もう一回微分して、式を簡単な形にしてみる。これ言ってみよう。 そうすると F x、f'x はマイナスコ cos1。確かコサインの最大値って1だったよね。じゃあ1、1コくインは絶対に0以上であるということがわかるよね。ということで、微分する前の関数が単調増加だぞーってことがこれでわかったわけですね。はい。じゃあ、簡単に増減表書いてみましょう。 はい。今はね、0以上のところだけ注意すればいいから、一応まあ0入れて、右側だけ見ることにします。はい。そしたら2回微分はずっぷら。ずっとプラスだから単調増加上がりまくってるよね。で、F'0 というのは0だったわけだ。はい。ということで、ご覧の通り、X プラスの時には F'X は0より大きい。プラスであることが分かったよね。 では、この事実をもとに、fx を調べるための増減表を書いてみることにしようか。はい。すると、またね、f'x がプラスであることから、fx は単調増加。ちなみに、f0 入れてみると1、1-1だから、これも0なんだよね。ということで、 はい。増減表より fx がプラスということが分かりました。はい。じゃあ、これがプラスということなので、この事実が称されたということでした。はい。じゃあ、次の2番行ってみましょう。はい。では、2番です。e の x 乗が6分の 1x3 乗よりも大きいことを示せ。はい。x3 乗は1回微分しても、 二次関数で簡単にならないね。もう一回微分してもダメそうだ。じゃあ、三回ぐらい微分するのかなってちょっと予感するね。はい。じゃあ、式の形が簡単になるまで繰り返し微分していく方針でやってみよう。そしてこの関数もね、す、え、べ、ー、ての実数で定義される関数なので、特に定義域は書かないままで進めます。じゃあ、微分していきます。 この形。うん。ちょっと指数関数と二次関数じゃ代償関係調べられなそうだから、もう一回微分しましょう。うん。e の x 乗マイナス x。ちょっとこれも別の種類の関数で、なんか、ちょっと若干調べられそうな気がするけどね。でもちょっとこの辺のところが怪しいかなって気もするので、まあ怪しかったらもう一回微分すればいいです。はい。すると e の x 乗マイナス1となりました。 さあ、そしたら、今、X0 以上で考えればいいわけで X0 以上で考えたら、これは1以上になるもんね。ということで、じゃあこれは、X0 以上では0以上としていいでしょうね。さあ、そしたらね、さっきみたいに増減表を何個も何個も書き連ねてってもいいんですけども、さすがに3個4個増減表書くのは手間だよね。 そんな時は、こういう手があるぞってものを紹介していきます。まず、この丸一番によって、微分する前のこの関数が単調増加ですってことが分かったよね。ここに書こうかな。f'x ってのは単調増加ですってことが分かった。あとは、肝心のスタート地点がどうなってるかってところが問題なんだけども、はい、x に0入れてみると、 E の0乗マイナス0、これ1だよね。はい。スタート地点も1でプラスになってるわけだから、この後上がりまくったら、当然、2回微分の符号はプラスになることは明らかだよね。はい。こうやって、単調増加かつ、スタートがプラスだから、ずっとプラス、略してずっぷらです、なんて書き方ができます。 増減表書きまくるのもいいけど、こうやって楽にするのもいいよね。ちょっとそれでやっていくよ。はい。文章で書くとこんな感じでした。じゃあ全く同じ仕組みで、こいつが0以上になってるわけだから、こいつは単調増加とわかる。で、X に0入れてみれば、1になるもんね。 じゃあ、やっぱりこれもプラスってことがわかるね。ついでにもう一個言っちゃうとさ、これがプラスだったらこれ単調増加わかるじゃん。スタート地点入れたら E の0乗引く0だからやっぱり1でプラスじゃん。ね、だ同じことを繰り返していくだけで FX プラス入れちゃうんだよね。じゃあ、そんな感じでバーッと書いていきますね。はい。えー、結果的に増減表書いた方が楽じゃないかって説もあります。 その辺はもう皆さんの判断にお任せします。こうやって文章で書いていくのもいいでしょう。ということで、この不等式が称されたということでした。さあ、よろしいでしょうかね。こんな感じでですね、不等式の証明は引くわけですね。不等式の証明は引く。みんな引くの得意でしょほら、僕がなんかさ、すごい面白い冗談言ってもみんなすごいさ。 って弾いてるじゃないですか。見えてますよ、こっちは。本当に。じゃあ、とっておきのギャグを皆さんに披露しようと思います。最後に弾かれないギャグですね。いいですかいきますよ。3、2、えー、今回の動画、完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらね、ちゃんともう一回見る、もう二回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね。我々は他の単元の動画も撮ってます。 えー、ホームページの方を見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですからぜひホームページも活用してね。じゃね